東照大寺近藤の市備東大寺大仏殿市備とは、河原吹屋根の大ねの両端につけられる飾りの一種で、ある。訓読みでは、飛びの音読む。靴に似ていることから、靴型とも呼ばれる。寺院、仏殿、大極殿などによく用いられる。五冠以降、中国では、大ねの両端を強く反り上げる建築様式が見られ、 これが中国などの大陸で変化して3世紀から5世紀頃に、シビとなったと考えられている。当時代末には、シビは、魚の形、シャチの形等へと変化していった。河原の伝来に伴い、飛鳥時代に、大陸から日本へ伝えられたと考えられている。日よけのまじないにしたと言われている。材質は河原、石、青銅など。現存する石製のシビは、 群馬県前橋市の山王配置の二例と鳥取県、宝器町の一例のみ。鳥取県の宝器町では、道町で発見された、石製シビを、町のシンボルとしている。大河出版1972年著、近藤豊、古建築の細部衣装の、この起源はまだ決定的な説がなく、とにかく外来の、の下りより、シビが、屋根の最上部に設置されるのは、 日よけのまじないとして用いられた。魚が水面から飛び上がりを水面上に出した姿を具象化したもので、屋根の上面が水面を表し、水面下にあるものは燃えないとの言い伝えから日よけとして用いられたと考えられている。ウィキメディアコモンズには市民に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。